戦場から風俗までをキャッチフレーズに国、紛争、大規模自然災害、殺人事件、風俗業界の鳥を行ってきた小野和光氏は、かつて20年以上、毎一人の割合で風俗場のインタビュー取材を続っていた。性暴力の記憶、毒親、貧困、セックスレス、れぞれの限界を抱えて体を売る女性たち、一体何を語るのか。ここでは、 お野氏の新著、限り、風俗上、集英者の一部を抜粋。諸女 SM 上を引退し、パカツを始めた、女性、カオルさんの言葉を称、する。前五回の4回目、続きを読む、どうやって、相手、見つけるの。それがいろいろあるんですよ。こと、に調べたんですけど、ツイッター上で募集す、人もいるし、あとアプリみたいなのがあって、例で募集したりとか。 それこそ登録制のクラ、みたいなのもあるんですね。私の場合、最初は、プリでやってみたんですけど、その時は、リ体の関係とかは考えてなくて、お食事、ケにしたかったんですよ。で、探してみたんで、けど、やっぱりそれだと相手がいない。しかも、ルメッセージが、一回二万でどうですかとかで、あんって感じなんですよ。そういうのばっかりで、あ、リはすぐに止めちゃったんです。 その時は、内側は、金額とか書くのそうですね。こっち、ラテージする場合は、こっちはお食事1、万円で考え、手ますとかって書いたり。でも、それに対して、昨日、2万で本番みたいなメッセージばかりるんで、すいません。ちょっとそれじゃ条件を、ないんでで、終わり、みたいな、食事1万ってのは、立しなかったんだ。しなかったです。それで、 とういう風にやり方を変えていったのやっぱ、プリはダメだなってなって、だけど、それでも、俗で働くのは、ちょっとって気持ちだったんすね。で、情報サイトを見てたら、交際クラブ、のがあったんです。そこに、今流行のパパかつ、食事1回で1万円とかって書いてあって、それが、ラブって名前で、公式サイトをちゃんとつく、あるんですよ。で、質問コーナーに、 お食事だけ一万円って本当なんですかってあって、それ、対して、もちろんそれだけで稼げるわけじゃ、いいですけど、ってちゃんと答えてるんですね。から、まあ一回行ってみようかなって、そばで聞いていると、それだけで稼げるわけじゃないとのことは、その先に肉体関係が待っているように、得て仕方ないのだが、一見ちゃんとした回答をなされていることに安心してしまうのだろう。実際、 勤め先の風俗店を選ぶ時など、女の子、多くは、店のホームページがちゃんとしていい。ところや、電話での店員の対応が丁寧な店を、不傾向がある。つまりは、それが実態を伴わな、見せかけであっても、他よりもマシという子、で、一歩を踏み出す自分を納得させているの。カオルは、その、クラブの面接に行ったと話す。<music>